エアドロップってなかなか今まで使ってた人います？あんまり使ってませんでしたよね。私はそんなに使ってませんでした。なんか反応が鈍いっていうのもありましたし、これマック間でもできるんですけども、当然こういうデバイス、ポータブルデバイスの間でももちろんできます。で、今回そのエアドロップが非常に使いやすくなったということで、ちょっと1回やってみますね。ちょっと2台 OS7 が2台ありますので、ちょっとやってみます。例えば私が、サファリでですね、何かブラウザー、ホームページをブラウジングするとしましょう。これ私のブログのページなんですけども、このブログのページを人に、ここ面白いから見てみなよって言って、例えばこの人に、飛ばすとしますよね。紹介したいとしますね。その時はこの共有ボタンを押しますと、そうするともうよく見るこのボタンが、 iOS7 では非常に簡素になったこの共有ボタンが出てきますが、さてこの iPhone を持っている人がここに出てきます。で、こう押します。そうするともうこれだけでこっちに反応があったように、エアドロップが飛んでいきますね。で、これを受け入れるっていうところを押します。はい、そうするとこうやってこの人にも同じページを見せるっていうことができるんですね。これはプログレッシブデザインなんで、両方見ることができます。例えば写真の場合もそうですね。さあ、これを今度写真にしてみます。写真何点かこの間撮ったやつ送るよなんて言って、例えばこんな写真があったとしたら、そうね、これこんな写真どうかな、これみんなで集まってた時なんだよねなんて。で、これここに共有ボタンがありますんで、ここを押しますね。はい、そうするとこのような共有画面が出てきますと。で、ここにまたこの iPhone のがこう受信されましたよっていうようなものが出てきます。多分複数人数いるとですね、ここにいくつも出てくるんだと思うんですね。で、その人をこう指定すると、はい、ここにもうすぐ同じ画像が、飛びます。はい、ということでエアドロップすごく便利ですよね。ここで複数こう、例えば、あ、この写真もいいな、これもあげるよ、この写真もあげるよっていうふうにこうチェックしてって、ここに、はい、またこのようにしてエアドロップが受信されましたという表示が出てきて、はい、これで受け入れるというボタンを押すと、はい、3枚入りましたと。ちゃんとカメラロールになる、入ったということですね。エアドロップこうやって使うとすごく便利ですよね。周りにいる iPhone やこういう iPad を持っている人たちと手軽にこのデータのやり取りができる。